立花の右こは、東京芝浜松町出身の落語家、立花流寄セ文字家元、書家、本名、杉田健吉。家業は庭師だったが継がず、最初は、老曲の吉川シャオロンの門で龍馬を名乗る。寄セのビラジは、江戸期から、専門の職人が書いていたが、寄セの件数が減少すると、次第に職人がいなくなってしまった。やむなく書く、ヨで、 間に合わせ的に書くようになったが、専門職ではないため統一した様式は失われていった。立花の右近は、落語家時代から寄せにまつわるものを収集しており、ビラ立つなどのビラ字を教えを請う師匠がいない状態から、見よう見真似で書き始め、自身のスタイルを確立していった。弟子の立花の左近に語るには、最初の頃のは見せられないくらいひどい出来だったという。 昔の名人が書いた、ビラジを見てきた古い話し方や石庭がいたので、うるさかった。ことに五代目竜亭左楽と、新宿末広亭石庭、北村銀太郎が控えていたので真剣だったと語っている。落語家時代から、ビラと共に、寄せ周辺もろもろを集めていた。当初は、コレクションというより、大勢の人の手と工夫でできているものをそのまま、捨てないということだった。 しかし、すべてコレクションするのは不可能なのでテーマを決めて整理した。本業のビラ、落語会のパンフレット、プログラム、新聞の切り抜き、演芸関係の古書等多岐にわたっており、国内有数のものである。なお、ウコンのコレクションは四代目古今定身馬から譲り受けたものも多く、二代目修古案と名乗っていた。コレクションのうち、ウコンが集めた 落語関係の品物に関しては、2002年に千葉県松戸市の自宅を、シューコアンミュージアムとして一部を公開したが、遺族と一門の立花右流と立花の工学が資料の散逸を恐れ一括して受け入れてくれる先を求めて、本奏2013年に3466点が、江戸東京博物館に立花のウコンコレクションとして収蔵された。 江戸時代より続く落語は、落語家の名跡や、定王の系統が不明な点が多い。新しい名前が作られては消えていき、また歌舞伎のように世襲ではなく、話家が自らの所属する一門を離れた門へ移籍したり、他門の名前を襲名することに、系統に乱れを生じた。また、残されている資料もことに、明治以前のものは少ない。断片的な資料が多い中で、明治期に、 経図の形でまとめられたものは四大異目。桂文之助著。古今落語経図一覧表1909年8月が有名だが、その他の資料は、話し家の所属団体の大長や、当時の雑誌など。落語評論家や、落語研究家があまりに手間がかかりすぎると敬遠してきた分野を、収集した資料をもとに研究し、後世に残した功績は大きい。落語家の系統、 ケイズの研究は、弟子の立花の左近に引き継がれている。陰はぶっこ者三代目つばめうこん左近。右京。右一郎。うの吉。吉成、梶かじわらいろはほか。としこ。うのすけ。初代右長。右立花。さつき。治。右流右楽くれない学。右女次。二代目右長。右助け右雀。 右木屋へ、う門、ありがとうございます。